カール・ギュズラフ・カール・フリードリヒ・アウグスト・ギュズラフは中国で活躍したドイツ人宣教師である。日本では特に聖書を日本語に翻訳した人物として知られる。ギュズラフの訳は現存する最古の日本語訳聖書である。名前は英語風にチャールズ・ギュズラフと表記されることもある。中国名は各ミノル・ロー、または各私立。1803年プロイセン領。 ポメラニア地方のピーリッツに生まれた。ベルリンにあるモラビア兄弟団のヨハネス・イエニケの学校で学び、1823年に卒業した。イギリスで一時帰国中のロバート・モリソンに会って、その感化を受け、中国選挙を目指した。1826年に牧師ン史を受け、オランダ伝道協会の選挙師としてバタビアに派遣された。そこで、 ウォルター・ヘンリー・メドハーストに会い、また、マレー語と中国語を学んだ。ギュズラフは、シンガポール、ボルネオ島、シャム、スマトラ島などで、宣教活動を行った。1828年に、新約聖書を部分的に、大語に翻訳し、1834年に、シンガポールで出版された。オランダ伝道協会がギュズラフを中国に派遣する、ことを拒んだため、 1828年にギュツラフは教会から脱退した。1829年にギュツラフはマラッカでイギリス人女性メアリー・ニューウェールと結婚したがメアリーは若くして死んでしまった。ギュツラフは1834年にハリー・パークスのいとこにあたるメアリー・オンストールと再婚した。2番目の妻はマカオで盲人教育を行ったが1849年に 死亡した。ギュズラフは1830年代初めに中国各地の沿岸を訪れて、そこで戦況の書物を配った。この時のことを旅行記ジャーナルオブスリー・ボイッチスとして発表した。特に1832年にイギリス東インド会社によるロード・アマースト号での航海で上海を探検していることは有名である。1834年にモリソンが死ぬと、 その子のジョン・ロバート・モリソン、メド・ハースト、イライジャ・コールマン・ブリッジマンと共同で、モリソン役の聖書の改訂を行った。しかし、英国外国聖書協会は、この改訂を認めず、新訳と旧訳の吉脇まで翻訳したところで、共同作業は中断し、残りはギュズラフが一人で翻訳した。この版は、太平天国で使われた。 アヘン戦争中に清とイギリスの交渉の通訳をするギュツラフギュツラフはイギリス東インド会社の通訳の職につきアヘン戦争時にはイギリスが新と南京条約を結ぶために努力した戦後は香港に住んだが中国国内にキリスト教を広めるためには中国人宣教師を育てなければならないと考えて1844年に副官会を創立した 副官会は急激に成長し、ギュズラフは資金援助を得るために1849年にヨーロッパを訪れたが、その留守を預かっていたテオドールハンバーグが会の経営に疑問を持って調査を行ったところ、200人のうち50人がアヘン喫煙者であり、80人は名前や住所を偽っていることが判明した。ギュズラフは1850年に香港に戻った後に、 副寛会を立て直そうとしたが、翌年を没した。ギュズラフは、朝鮮、台湾、日本にも関心を持ち、1832年から1833年にかけて、船旅をして鎖国中の日本にも入国を試みたが、実現しなかった。1832年8月に、琉球王国の那覇に寄港した。ギュズラフ一行の臨海寺の近くに上陸した。 その時集まった民衆と役人に簡訳聖書を配布した。琉球王直おしに3冊の簡訳聖書を贈呈した。中国に戻ったギュツラフは日本人の3人の漂流漁民を引き取り、日本語を学んだ。ヨハネによる福音書を翻訳したヨハネ福音のつてとヨハネ書簡3通を翻訳したヨハネ上中下書きをシンガポールで出版した。 これらは近代プロテスタントによる最初の日本語訳であり、断片を除けば現存最古の日本語訳聖書である。1837年7月にギュズラフとサミュエル・ウィリアムズ宣教師らはモリソン号に乗り、オドキチラ3人と薩摩の漂流民4人を合わせた漂流民7人を送り届ける目的で日本上陸を試みた。しかし、異国船打ち払い例により、 幕府側が砲撃をしたので、やむを得ず、引き返した。これが、モリソン号辞典である。ギュズラフは1833年に、広州で中国語の月刊誌、東西洋行毎月東記伝を創刊した。香港には、ギュズラフの名を冠した通りがある。ギュズラフは、伝道協会から独立して、宣教活動を行った。このことは、リビングストーンや、 ハドソン・テイラーのチャイナインランドミッションに直接影響を与えた。シュバイツァーらも独立して選挙活動を行った。ありがとうございます。